フェリペ・アンデルソン・ペレーラ・ゴメスは、ブラジル・ブラジリア出身のサッカー選手、SS ラツヨ所属。ポジションは FW。2007年から、サントス FC のユースに所属し、2010年にトップチームに昇格した。2013年1月に、SS ラツヨへの移籍が合意に達したが、最終的に移籍は破綻。同年7月9日、 ラツヨへ5年契約で移籍を果たした。移籍金は800万ユーロ。当初はイタリアサッカーへの適応に苦しみ活躍できなかったものの加入2年目の2014から15シーズンには32試合10得点を記録。2015から16シーズンからは背番号を7番から10番に変更。二千十八年七月十五日、ウエストハムユナイテッド FC と四年契約を 締結したことが発表された。プレミアリーグ第7節のマンチェスターユナイテッド戦で先制点となるプレミアリーグ初ゴールを決め3から1での勝利に貢献した。2018から19シーズンはリーグ戦で36試合に出場し9得点を記録した。しかし、翌2019から20シーズンは26試合で1ゴールに終わった。2020年10月6日。 FC ポルトへのローン遺跡が発表された。2021年7月16日、SS ラツヨへ完全遺跡で復帰することが発表された。ブラジル代表として各年代でプレーし、2013年には南米ユース選手権に出場した。2016年、2016年、リオデジャネイロオリンピックに出場する U-23 ブラジル代表に選出された。 ありがとうございます。